ここのですね、装填手ハッチの可動を作ってみたいと思います。タミヤのですね、キングタイガーおよびタイガー1ですね、タイガーの1型もそうなんですけれども、このヒンジですね、ヒンジがですね車体に一体化してるんですね。でこの状態だと、いろんな突起物に当たってしまうので、ここからピンバイスをこう刺すことができないんですね。刺して穴を開けることができないんです。ですので可動式にするにはですね、このヒンジを取り外す必要があります。何度も出てきております、職人かたぎですね、職人かたぎで、ここを切ると、ここですね、ここを切る、ここを切る、ここに切り込みを入れて、あとはまあナイフ等で切り込みを入れて抜くという作業になりますね。じゃあやっていきたいと思います。モールドを傷つけないようにギリギリで頑張りたいですね。そーっとそーっとそーっと進めます。切り込みが入りました。切り込みが入りましたら、今度は、ここをですね、ここをデザインナイフで何回も切り込みを入れておけばいいでしょうね。はい、これでもう落とせると思います。こうですね、合っていきますね。よいしょ、はい、このように取れました。あとはこれに、これですね、ハッチですね、ハッチと組み合わせて、こういう風な形で組み合わせてドリルで貫通させるということになります。ここが今丸くなってないですよね。ここの先が丸くなってないんで、これだとここの部分ですね、ここが当たって邪魔ですんで、ここを丸くしておきます。削ります。そうしましたら、先ほど切り離したパーツを取り付けて、動かないようにセロハンテープでちょっと固定しておきました。でここをですね、ここをこう通るということになるので、この辺かな、こうですね、こう通るんですね。だからここですね、多分今つきましたけど、ここを穴を開けると。で、0.3mm を通しましょうかね。で、穴を開けると。そうしましたら、これ 0.3mm ですね。0.3mm を刺します。で、外側を留めておきましょうかね。こっち側をね。流れ込んでしまうと固まってしまうので、ゼリータイプの瞬間接着剤をここにちょんちょんと左右につけてね、固めてしまいたいと思います。
これでね固まるまで待ちます。これで固まるまで待って、きれいにカットすれば OK ですね。これでこういうふうに開け閉めができると。でここにですね、今のところその切った溝がついてますんで、後でこれもまたちょっとパテを埋めておいて、削っておいて、あの慣らしておいたらいいかなと思います。取っ手とかをね取り付けました。こんな感じですね。開いて閉じると感じになりますね。出来上がりです。今回ですね、ここにちょっとこだわりを作ってみました。ここのちょこっと出てる突起ですね、これなんですけれども、これ何かと言いますと、こうハッチが上がりますね。でこう回って、ここで落ちるんですね、ガチャッと。そして動かなくなるという構造なんですね。実写同様なんですけれども、でこれをちょっと再現しようと思いまして、ここのですね裏側、ここのとこですね、ここにくぼみをつけまして、でこのくぼみの中に先ほどのこのここが入ると、スポッと入ると、こう 上から下に落ちると、これで動かなくなるという構造をですね、ちょっと再現してみました。